チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんばんは、緑川ひかるです。まやさみです。内田彩です。高木理香です。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。はい、3月も終わり、世の中は春休み。その中チェンクロでは明日3月28日まで歌われるものとのコラボメダルハントイベントが開催中でございます。はい、明日まで、うん、うわメダル。そう、もうね、このキャラクターがいると、うん、あの人徳メダルっていうのをゲットできて、うん、いろいろね、あの、うん、美味しいアイテムと交換できるんですけれども、はい、まあ、ちょっと迫っている新しいガチャもあるじゃないですか。ですが、だからまあそれに取っときたいっていう方は、なんかもしかしたら、あまり手を出してないかもしれませんが、実はね、最近ちょっと、そういうキャラクターがなくてもクエストやるだけでそこそこねメダルがもらえちゃったりするんで、あのお見逃しなく、もったいないから、ね、そのキャラクターがいなくてもある程度ちょっと確保できる優しいシステムに最近なっているので、ね、それもったいないんでね、ぜひぜひちょっとそちらの方やってくださいね、見逃さないでね。絆もなんか可愛いいい感じの絆になってました。コラボキャラの絆、確かに、はい、うん、はい、というわけで、きっとこの後前回のプレイのリベンジもあるかもね。お、誰がやるんだろうな。リベンジになれる、誰かそんな復讐に燃えてる人か、ね、あ、なんか敵討ちみたいなはい、というわけでプレイもありますのでお楽しみに、はい、というわけで始めてまいりましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンラジ、改めまして緑川ひかるです。あ、今井あさみです。お、内田彩です。高木ゆりかです。春だし、春だし、ぼーっとするよね。わかりますよ、ね、そうそう、桜も綺麗だよね。はい、うん、マジあったかいもんね。あったかい、ぼーっとするよね。まあでも別に外で収録してるわけじゃないんですがね。室内なんですけど、イメージはなんかみんなで桜の下でお弁当食べながら桜綺麗ですね、あ、おはようございますみたいな気持ちだったかなそうそうそう、ではではやりますよ、はい、お願いします。はい、リスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題して、アルカナメール。こちら、シルの選手さんからいただきました。パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。4部の新ストーリー、イフの世界の PV が公開されましたね。これまでの新世界はユグドから新たな世界へ旅立つ形でしたが、今回はユグド大陸っぽく見えて、ヒナル世界という一風変わった世界が舞台になりますね。衝撃だったのが、給料筆頭がシュザではなくツルだったという光景が映って、思わず二度見してしまいました。そしてこの世界の隊長っぽい人物が女性なのにも衝撃を受けましたが、もしかしたらダブル隊長として共闘する光景も見られるのかも。この世界でどんな光景が待ち受けるのか、配信を楽しみに待ちますといただきました。まあ、全く予想ができないですけれども、うん、でもこれはあれなのかな、やっぱり年末のシュザのサンタコスを女性で、うん、はい、あ、布石やると声優さん変わっちゃうのかな。いやよそんなの、最強は常に一人よ。もうスイッチが、スイッチが待ってください、待ってください、シュザ女性化ですか。いやだからなんか、だって男性だからなんかっていう話もあったりするじゃないですか。そうですね、サンタになれないのはそれが原因ではなくて、なんか言ってたよね。そうですね、バレンタインの時言われたのか。あ、そうかも。そうです、そうです。女性じゃないと。女性じゃないと。女性じゃないとは言ってない。女性のイベント、女性が活躍するイベントですよねって言われたんで。はいはいはい、でも万が一でも、ね、女性になっても私やりたいですよ。そうですね。最強は常に一人よ。じゃあ今のとこ切り取っていただいて、実装していただいてもよろしいでしょうか。まだその筆頭の座を
鶴に奪われ、うん、どうなっているのか。だからそう意外と仲良かったりするんで、じゃあね、鶴ちゃん鶴ちゃん あるかもしれない。イフの世界なら何でもありだ。めっちゃ仲いい。戦いなんてしないみたいな。おさげ髪にしてあげるね。あ、確かに。うちらマブダチだよね。怖い。もうみんな恐怖でちょっと一回携帯置きますよ、それ。怖いっつって。そこだけフルボイスにしてほしい。さあ、つりちゃん、行くぞ。イネはなんて言うんだ、イネは。なんだろう。イネ違う意味だ、やっぱりこれ田植えしてるな。絶対田植えしてるな。田植えしてる。いや、もうでもね、いや、それまでの世界もね、まああれでしたけど、今回は何が来るか、ちょっとね、いつも以上にわからないっすね。でね、ちょっとほんともうすぐなんで、はい、楽しみに待ちましょう、はい、皆さんメッセージありがとうございました。それでは前回のリベンジをあやちゃんでなく、おう、はい、私高木が行かせていただきます。うわ、新鮮の試練ですね。ちょっと行けるかわからないですけれども、このこれは前回、はい、あやちゃんが行けなかったからリベンジを代わりに、はい、イベントを、あれの形、でもあの絆がついてますからね。そうですね、前回ついてなかった。あ、前回はね、あの開発期というか、そうそうそう、でやらせてもらったので、うん、今回はユリポンが厳選した絆とサブ、はいはい、これできっと敵を取れるはずです。お、厳選したキャラで新鮮いきますちょっとなんかこれはちょっとやっていただき、ちゃんと審議ですね。いい踏んだね、やっぱね。使う、はい、これは眠ってしまう。これで決着だ。マナが高い、マナは豊富です。これはまあ、ね、魅力的な感じで、ぜひ、ぜひお願いします。これ最後の、多分最後の反則になるんで、はい、ラストスパートかけて、はい、頑張っていきます。前半はあやちゃんも安定してたよね、うんうんうん、後半からですよね。倒せるかどうかっていう問題ですもんね。そうそう、よしよし、後半ね、はい、これで絆の重要性も改めてね、皆さんも感じていただけそうな気がします。おお、かわいい。ここ確か弓でバーってウッチーさんも倒してた気が、うんうんうん、確かに、うん、おお、強い、ムスリちゃんの弓強い、こう追撃みたいなバン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 って、うんうん、燃えるのがかわいい、うんうん、いい感じです今のところは、うん、おお、マナも女子強い、女子強いですね。女子強い、女子いないんすか。ちょっと俺一人がまだスタンバってますね。誰か倒れないと出てきません。なんか急にこの間だ誰の時ずっと満を持していた隊長何でしてんの。持して持して何も活躍できない急に思い出してた、面白かった。開発機ならではのアクシデントでしたね。よいしょ、いいぞ。真ん中に半分いってないのね。そうですね、マナの電卓です。だんだんあのキャラの動きが速くなってくると私の手が追いつかなくなってマナは今バトルマッスルとかでも強そう、そう、やっぱさ速くなってくるとちょっと難しいからさ、うん、逆に敵の動きを遅くしてくれる。確かにそれいいですね。こっち普通でいいからさ敵をスロー、どんどんスローにしてほしい。なるほど、それは楽しいです ね、 ね、その方がなんか確かに今マックス4倍でした、ね、早いとちょっとね、うん、手に追えなくなってくる、うん、オートならいいけど、あ、固まった、いた、隅だ、隅だ、あれっつって、あと3人です。
構いるって確かに。ちょっとマナが全然減らないですね。うん。あ、どうしよう。使わないと。そうです。ピリカが。ピリカ待って。あ、まだいた。まだいた。おお。あの上から降ってくる弓が、うん、やっぱ強いです、ね。うん。わあ、もうマナが。溢れてしまってもったいない。そうですね。七ウェーブから使っていきます。確かに。地道に。まあでもこの人が割と強いよね。そうですね。ピシピシってやってるし倒せるし強いですね。強い。おー早い早い、すごい歩いてる、すごい歩いてる。あ、どこに行くのかね。何かに向かって歩いてますね。味方が痛くてしょうがないね。ナナウェーブ、うわー来た。まずいぞこれは。これはまずいぞ。早くやらないと。急にマナが枯渇。確かに。マナ持ってくよ。ありがとうマナ。はい。いい。マナ来る。うん。やばいですね。割とちょっと最後はドキドキマナ、うん。そうですね。あと。あ、敵か。これ敵だ。今のもらっといて。よしよし。ラストウェーブ。よしよし。よしよし。でもなんか可愛いやつさ、なんかやり方あってさ、スカウトできたらいいね。ああ。仲間にしますか、後に。どこだ、セレスティはどこかに。あ、待って、20秒。おお、これラストですかね。お、減らない。10、9、8、最後にセレスティ撃ったよ。なんかまるでセレスティ戦ってるみたいな。セレスティが飛んでって終わった。マナが最後なくなりそうだったのはヒヤッとしましたけど、勝因は。でもまあ普通にボコってても負けなさそうですね。そうですね、やっぱり絆なのかね。確かに全然違う気もしましたね。ぜひ皆さん明日までなのでゲットしてみてください。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、続いてはこちらのコーナー、ジェンクロホットワード。ジェンクロにまつわるツイッターの参加型ハッシュタグを私たちが毎回考えて、どんなツイートが来るのか、どれぐらいツイートが盛り上がるのかを検証していきたいと思います。ということで現在募集しているハッシュタグがこちら、給料ルームツアー。はい、これは私が発案したハッシュタグでした。ちょっとね、給料ともテーマを絞らせていただいたので、うん、ちょっと難易度が高めだったみたいなんですが、皆さんいろいろ送ってきてくれましたよ、うんうん、早速紹介していきましょう。はい、はい、じゃあこちらご紹介します。とちのみさんからいただきました。フーコの魅力にびっくりしてしまったあまつさん、ということで松がゲホゲホと咳を当てるところですね。すごい。これで誰かが本当は言ってるやつだ。すごい上手にこのゲホゲホが天松が喋ってるかのように。すごい、なんか天松ってどこかさ寂しい
キャラみたいな気持ちになる時があるけど、なんかこういう一面見るとやっぱキュンキュンしちゃうね。そうですね、弱そうだよね。そうなんですよね、すぐ照れそうですね。あとその金屏風とか、あのぼんぼり、ぼんぼり、そうですね、周りのとかの配置とか使い方も可愛い、可愛い、ありがとうございます。いや、はい、その流れでじゃあ私行きたいと思います。みとりの部屋 2.5 さんからいただきました。やっと4人とも貫突したお祝いで展示会会場を作成中だったので恥ずかしながらお披露目ということで、シューザーですね、シューザーがたくさんいるんですけれども、このやっぱりさっきの屏風、ちょっと雪のね屏風だけど、やっぱなんか給料ってこの屏風の形は合うよね。はい、結構なんかこういう仕切り作るのさ、意外に難しいんだよね。ちゃんと仕切れなかったりするからさ、隙間が出ちゃう。そうそうそう、こういうなんかちょっと広い中に部屋っぽくなってるの割と好き、なので、はい、見事皆さん貫突しておめでとうございます。ワンディー系、はい、素敵でした。ぐらいかな、そうですね、ワンディー系、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、うるちさんからいただいたのをご紹介します。ずっとアマツ編第12章3話因縁ということで、こちらを表現してみたということなんですが、メンバーの皆様も呼んでみましたということで、全体図はこちらで、こうハラハラ決闘を見守ってる的な。面白いな、再現。そう、すごい。下なんだっけ、それビスケットかなんか、チョコレートですね。だけどなんかさ、普通にそうだよね、 RPG のなんか、まあ、マスみたいな、マス目ゲームみたいですよね。そうそうそう、右に3つ行ってみたいな。そうね、その捉え方面白いね。そう、照明もカラーリングがちゃんと合ってるんですよね。確かに。それでまたその壁紙がまたね、やっぱ外みたいな感じに見えるから濃いね。ですね、うまいね、上手と思いました。うまいうまいうまい、ありがとう、給料の再現いいね、夜のアレンジみたいなどこどこの再現シリーズ見たいわね。すごいすごい。続きまして、幸運な黒アットマークさんからいただきました。鶴姫様の、お城にて鶴姫、いぶきちゃん、さなちゃん、ふうこちゃんとひな祭り女子会。はい、ということでひな祭りなので、まあ、お寿司とかを囲む給料の女子たち。うーん、はい、楽しそう。左側の風船は遊戯の世界に行ったふうこちゃんからのお土産。いい、なるほど。和風のお部屋に洋風の風船がポンとありますが、うんうん、お土産いいな。ひな祭りもかわいいな。やっぱなんだかんだで和風アイテムって意外とあるのね。そうですね、なんかあの植木が置いてあるのもなんとなくこうリアルでいいな風水でここに樹木を置けとか言われたのかな、といいわよ給料でありそうです ね、 ね、ありそう。栗なんか盆栽とか欲しいですね。あ、確かにね、栗あの、ね、一応なんか洋風だけど、これが和風の樹木も欲しいです ね、 ね、あったら後々欲しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてニニさんからいただきました。炎の給料のどこかに雪の降る場所があるという、そこにはキュウリでオロチを倒した剣豪が眠っている。お墓を見に行こうツアーに参加した。やつじゃん、はい、すげー達人だな、キュウリでか、あいつじゃ。村雲、吉野、銀、ナズナ、僕伝という雑な設定ですが、とでもう一枚下にあるのが配置の参考です。え、あ、すごい、すごいですね。面白い。このストーリーが気になりますね、ちょっと。剣豪、剣豪キュウリですごい、なかなかできない伝説の剣とかでもね、厳しいのにキュウリでって本当に。敵がキュウリが嫌いだったんでしょうね。意外とキュウリ嫌いな方多いですもん ね、 ね、あ、ちょっと青臭いね逃げろちょっとお話が面白い、ね、やっぱりなんか全然このさっきのさ、今井さんのもそうだけど、壁紙で本当にここまで変わった世界が演出できるようになったもん ね、 ね、全然違うよね。どんどんア
イテム増えてていいですね。お墓ってそうやって使えばよかったんだっていう確かに、なんか正直ハロウィン以外使い道ないなぐらいに思ってた、うん、やっぱ閉まっちゃいますもんね、うん、しかもね、日本の風のこっちのあの墓石、うん、ね、にできたからいや面白いね、すごい。じゃあ続いていきたいと思います。これすごい好き、給料会のエグゼクティブ紅茶さんからいただきました。以前から作ってあった明治ロマンなイメージと千鳥様モチーフを意識したお部屋、大きくなっていろんな見聞を広げた鶴姫が母を持ってこんな書斎を作ったらなんて、あ、そんな話作ってくれないですかって感じで、ほらおしゃれおしゃれおしゃれ、すごい。もう確かに給料だから畳みたいなイメージに今なっちゃってたけど、素敵よね、ある、これあるよ、確かに折衷パターンあるね、確かに。いろんな世界の人からいろんなものをこう、うん、お土産とかでもらってこうちょっとずつちょっとずつこうモダンなね、モダンなね、なってます、ね、その設定がいいよね、ちゃんとね、しかもね、大正ロマンっぽい、そうそう、これおしゃれ、いいですね、素敵、なんかセンスいいんだろうな、本当に、いやめっちゃ面白いよ、全然違いますもんね私発想だったらもう今回優勝の方一人いらっしゃって、あの次がもうすぐ始まるのがイフの世界じゃないですか、で鶴様がみたいな感じで言われてるじゃないですか、です、ね、ということはじゃん、うん、新世界待合室今から出番があるのをみんな順番に待っててやれやれだねって言って、誰が待ってるんだろう待合室でこんな感じで呼ばれるのを待ってたなみたいな、畳だったんだ、給料の皆様あのこちらでお待ちくださいって言ってAP の方に証拠ね、アテンドされて、でこの広い部屋にポツンとかげろうくん、うん、違う、かげろうくん、かげろうくん、かげろうはワンちゃんの方でしたっけ、ちょっと前がワンちゃんの方だった気がして、うん、ね、だからこういう、こう妄想膨らむ感じですよね、はい、うん、ちょっとし、うん、お知り合いできるかなみたいなちょっとドキドキ、お前どこで出番あんの台本見してみたいな、なんかもし行くとき一緒に行かないそういうのがありそうな雰囲気、うん、かわいいですね、やっぱあれだね、ツールがちょっとね、あの、うん、中心な感じ、そうです、だったりするね、いただいたの多かったか、まあ、今度の、ね、世界にもね、あのどんな感じで活躍するか分かりませんけど、うん、いる、うん、いますしね、で僕も軽くちょっと、うん、あ、うん、あ、え、はい怖い、怖い、しかも花吹雪怖い、キモい、だいぶキモいすごいどんな角度から見ても、何これすごい、本当にすごい病んでますね、だいぶどの角度から見てもいる、角度から見てこっち見てる、なんかこれシュザが置いたんだと思う、シュザいるじゃんシュザが置いたんだと思うと血がたぎるやばい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 、あーもうイフの世界終わるかも、こんな気をするつもりですか、ちょっと恨みつらみのこれあれだよね、ウォンテッドってやつだよね多分ねね、とりあえずあのせっかくなんで部屋に最新の鶴ちゃんを散りばめてみました、すごい、この花吹雪が結構 ね、 ね、 す、 ごいすごい感じで、これだけだと面白くないんで、あのシュガーを一人だけ配置したらずっと血がたぎる、ずっと血たぎてますよ、ということ好みなんでしょうね、このシチュエーションがね、ただちょっと本当にあのシュガーいやいやいや、他にも多分ねセリフはあるんですけど、これしか出ない、血がたぎるしか言いませんね、よっぽどたぎってるんですね、たぎってますね、血じゃないなこれ鶴だな面白い面白い、すごい、皆さん、そして緑川さんありがとうございましたさて続いての参加型ハッシュタグですが、今井さんにお願いしたいと思います、はい、わかりました、数日後に訪れる、うん、エイプリルフール、うん、そう、この世界でまた何かしらの伝説が起こるのでしょう、カッパさんが英雄になったように、はい、ということで続いてのハッシュタグはこちら、ハッシュタグ
騙されやすそうなアルカナでございます。正直これをご紹介するときにはもうすでに今年のエイプリルフールは終わっておりますので、うんうん、ちょっとアイデアをこう皆さんに募っても来年の今頃はまた忘れちゃうなと思いましたのではい、ひらがなで騙されやすそうな、カタカナでアルカナと、はい、こちらでねぜひ皆さんにこのキャラはきっと騙されているであろうみたいな妄想をこう膨らませていただければと思います。なんか俺オズミ騙しやすそうな、一瞬ですね、一瞬なんかチョロそうだな、かわいい勇者だもん。確かにたまにこうあれってことに気づくのはオズミが多い気がする。あ、だから多分モガリとコドロの方がよっぽどバカかもしれない確かに考えてなさそうですもん ね、 そうですね。さあ皆さんはどのキャラクターがね騙されやすそうと思っているのかの調査でございますよ、はい、ぜひツイッターにハッシュタグ騙されやすそうなアルカナ、そしてハッシュタグチェンクロをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。続いてはこちらのコーナー、せーの、ひよりと一緒。よいこのみんな、こんばんは、ひかるお兄さんだよ。そしてお兄さんと一緒に遊んでくれるのはヨーサロー、コドロだぜ。アズミだよ。クツクツクツ、わしもがり。なさっき給料ルームツアーとかで盛り上がってたやろ。もしかしたら俺らの家にもルームツアーってのが来るんとちゃう。まあ、あずみたちも給料の子やからな。そういえば、お前らの部屋ってどうなってんだ。くつくつくつ、我が暗黒のお部屋は常に黙々。え、マジで。うずみんちはいつもコロコロよ。湿気嫌い。なるほど、加湿器と除湿器がいっぱいあるお部屋なのかな。おはっ、俺っちの話の前にお兄さん来ちゃった。はい、やよい子のみんなから届いたメッセージを紹介していきますよ。はい、はい、これはかなめさんからいただきました。かなめ、ひよりさんたちこんばんは。こんばんは。僕は肩こりに悩んでいます。日和の皆さんは肩こりや腰痛など体がバキバキになることはありますか。どうすれば肩こりが治るか教えてくださいということなんですけど、なさそうだなって思うんだけど、そんなことない。海の男は肩こりなんてならないぜ。うずみも勇者やからならへん。もがりもモクモクしてるからならん。どういう理屈なん、もがり。じゃあ誰もちょっと答えられない。よもぎ虫ちゃうか。よもぎ虫でモクモクしてモクモクして治ったるんちゃうか。血を巡らせてたぎらせて治すんだ。治しようか、うん、そうか、そうか。終わり終わり知ってる話終わり。知ってる話、聞いた話とか。聞いた話するぞ。全然全然。筋膜リリースがいいぜ。筋膜リリースとか、こう筋膜が結局さ、うん、肩こりにはいろんな理由があるさ。体のバランスが崩れるタイプ、その場所ばかりを使うタイプ、目を酷使しすぎてこう神経がやられてガチガチになるタイプ、いろんなタイプがいるが、結局は筋膜が癒着することによって肩に負担がかかり、ここがカチカチになっていくパターンが多いと知っている。コドロは。なるほど、コドロ難しいこと知っとる。まあでも一時流行りましたね、筋膜リリース。筋膜リリースはいいぞ。そう、結構大きめのやつでドドドドドドってやってやる、あのこと、こう振動でねほぐしてあげてっていうのが割とね話題になったんですけれども、今結構ちっちゃくなったからね。そのさ、もうなんかね、最初のやつはめちゃめちゃ重いのよ。それ持ってる。そう、6万円。そう、ファンの方からいただいて。すげー
それででも重くって割と一人でやるの難しいんだけど、最近本当にどんどんちっちゃくなってて、値段もお手頃になったので割と、そうなんだよ、結構そのちっちゃいあのを使ってる友達に貸してもらったら、俺は6万円のすげえ重く使ってるのに、あれこれ持ってるだけで肩こりそうってなってきて、逆になー、そのちっちゃい方すげえ威力でいいなってなった、なんかどんどん進化してるからね。それを当てるだけでいいって、あでもね難しいんだよね、いろいろ強度とかもあって、自分がいただいたのはプロ仕様で、あの週1か、2週に1回ぐらい行ってる整体でも同じもの作ってて、おそれうちのと一緒だみたいな、なんか当てる場所がねちょっと間違っちゃうとあのあれなんで、正直自分でやるより人にやってもらった方が気持ちいい。へえ、でも一人でやるしかないから、コドロは、あれコドロの話だったんだ、あれコドロ普通に一般常識として、ね、聞いた話を、ね、言ってくれてるのかと思ったら、コドロの話だったんだ、もやるよ、海の男が肩こりなんて恥ずかしいだろ、ならないって言っててさ、聞いた話だと思ったらね、コドロ君のお話だったのね、ありがとうございます。ぜひぜひね、その辺あの調べてみてください、ね、私もそれいいと思います。まあいろいろね本当に原因あると思うんで、それで効かなかったらまた別な感じのものをチャレンジしてみてください、ストレッチだ、はい、あそうですね、ストレッチ大事ですね、はい、ということで引き続きよい子のみんなからのお手紙待ってますよ。じゃ最後元気よくお別れしましょう、せーの、バイバイ。ウェブラジオチェンラジ、続いてはこちらチェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在歌われるものコラボとチェーンクロニクル 9.7 周年を記念してコラボキャラクターが大活躍するメダルハントイベントを開催中です。イベントの開催は明日3月28日火曜日9時59分まで、メダルの交換期限は4月2日日曜日9時59分までとなっています。そして今回報酬キャラクターとしてこちらのキャラクターが手に入ります。意思を継ぎし大和の総大将オシトル、戦士の残武器、 CV は刀根健太郎さん、イラストは天津たつきさんです。そしてコラボフェスも開催中ですよ。第1弾フェスで登場したのは思いを秘めしトゥスクルの王女クオン、戦士の拳武器、 CV は種田梨沙さん、イラストは天津たつきさんです。そして恋に生きるシャッホロの姫君アトゥイ、戦士の凸武器、 CV は原由美さん、イラストは天津たつきさんです。続いて第2弾フェスに登場したのは天真爛漫な大和の帝アンジュ、戦士の残武器、 CV は赤崎千夏さん、イラストは三津美美里さん。義を貫くイズル派の族長ノスリ、弓使いの弓武器、 CV は山本のぞみさん、イラストは天津たつきさんです。コラボメダルハントイベント、コラボフェスともに開催期間は明日3月28日9時59分までです。続いて現在 9.7 周年記念毎日無料11連フェスが開催中です。ただ一つの真理ハティ&ハティファスや片翼の竜騎士フィーグリアなど旅人所属のダブルエスレアキャラクターが 10% の確率で登場する無料フェスです。期間中は毎日0時に無料分が復活しますよ。開催期間は3月31日金曜日までです。続いて現在 9.7 周年記念新世界フェスが開催中です。今回登場したのは新鮮の世界レイヤナジュマパメラス、騎士の残武器、 CV は私内田彩、そしてイラストは卵の君さんです。開催期間は3月28日までです。そして現在2種類のパックが販売中です。二つ星教授イザヤと三つ星教授イザヤが入った賢者の塔イザヤパック、聖騎士団長聖国の示し手パメラスが入ったレジェンドパメラスパックです。販売期間はどちらも3月28日までです。続いては最新ストーリー情報です。明日3月28日火曜日より第4部イフの世界前編がついに配信となります。あらすじを紹介します。突如として5人の仲間が世界から消えた。残されていたのは不気味な赤い花のみ。彼らを見つけるため義勇軍は新たな世界へと旅立った。
はずだった。しかしそこは見慣れたはずの服と、出会ったのはよく知っているはずの仲間たち。でもそのすべて何かが違う。ユグドのようでユグドでない。奇妙な大陸をめぐる新たな旅が幕を開けた、ということで、本当ね気になりますわ。はい、合わせて明日3月28日よりイフの世界全編配信記念新世界フェス第1弾が開催されます。今回登場するのはこちらのキャラクターです。イフの世界給料筆頭鶴戦士の残武器、 CV はさくらあやねさん、イラストはなれだくさんです。イラストこちらです。なんかすごい大人っぽい。そうですね。いやじゃ、いやじゃ、いやじゃ、こんなまた大人になって、もうイフだからか。いや美しすぎます。もうなでなでとかして、これあるいは隣の方にもしかしたらね、可愛いシュザもいる。イラストをね広げるとね、そう、鶴ちゃん一緒に戦いこう。可愛くない。確かに可愛い鶴がこの表情なんで、あのキリッとしたシュザさんはそれか、それか全然あのロリかもしれない。あーロリーみたいな。シュザの面影はどこにですね。いやいやいや、つるだよ。ソリ様はどこ。スキル動画をご覧ください。ズナッタカイ、許されるなどとは思っておらぬ。全て断ち切る。あら、これは僕らの所定る鶴ですか。そう、違いますね。鶴ですよ、鶴。ほらほら、動画見てって思ったんですけど。でもまだね、ストーリーわかんないから、あのスキルのセリフでどういう感じのキャラクターか想像するしかできないんですけどね。まあ割とでもそういうポジションでちょっと若干孤高な感じになっちゃった。ちょっとなんかイネって言うかなってドキドキした。言うの。でも方向性的にはね、どっちかっていうとやっぱりそういう感じしているか。不気味な赤い花は彼岸花かしら。いやー、よかったですね。ドキドキします、ね、あれをもうここにそっくりそのまま置きたいですね。確かに。確かにインクになりそう。入れ替えたいですね。彼岸花には毒があるのよ。さあ、鶴もねかなり気になりますけれども、続いてもう一キャラ、イフの世界聖騎士団総帥アレス、騎士の残武器、CV は柿原哲也さん、イラストは龍哲さんです。イラストはこちらということなんですが、アレス、アレスだ。アレスだね。なんか真面目な顔してますね。なんかポーズ的にはなんかそんなにイフ感ないですよ。そうですね。総帥ですかね。あ、そっか、あ、そっか。あ、立場が。でもちょっと武器ピンクで可愛いですね。あれ、カッコつけてるかもしれないんだから、そんな、その石が可愛い。あれ、あれす、どうしちゃったんでしょう。はい、じゃあスキル動画も見てみましょう。はい、はい、わー、ドキドキする。光の加護とともに やっぱりなんかすごい花ですね。我が大聖騎を見よ。だいぶ悪そうですよね。でもね、やっぱりいつものカッキーよりはちょっと太めな。そうですね、確かに。ね、これあれですね、各イフの収録をされた方々はどんなディレクションを受けたのかも気になりますよね。久しぶりにアレスやったら、あ、だいぶちょっと太めの声でやってくださいとか言われたのかな。スキルのあれもちょっとアインスロットのあれも出てましたね。シュパッとこう切れていく感じ。それやった時に一瞬ふわってそのアインスロットの顔が出たら怖いんです。怖い。本当に本当に一瞬なんかあれお化けかなみたいな、気のせいかな、怨念が。それがこのイラスト探すとさ、どっかにいる。アインスロットね、よくどっかに。キラー
ンってして与えられるの俺の場所だったのにそう、はい、というわけで、こちらの開催期間は4月7日金曜日までですよ。そしてイフの世界ツルとアレスの登場を記念して3種類のパックが販売されます。大躍進の第9両種ツルと大躍進の駒使いツルが入った9両ツルパック、祝祭の第9両種ツルが入った祝祭ツルパック、大正義の聖騎士アレスと聖騎士団長聖天の大正義アレスが入った聖とアレスパック。販売期間はともに3月28日火曜日から4月7日金曜日までです。続いて3月30日木曜日からは新世界フェス第2弾が開催されます。こちらに登場するのはイフの世界オーカの士族長ミニモ魔法使いのまぶき、 CV は小祝小鳥さん、イラストはアッキージンさんです。イラストこちらです。かわいい、かわいい、かわいい。そこまでなんかイフがないですね。ないね、確かに。オーカの士族長ってあのグータラの、ね、あなんだっけね、ね、ポ、ポ、ポテンシャルネポ、ネポ、ネポじゃあスキルがちょっと近いんですかね。ではスキル動画もご覧ください。私が士族長です。キリッとしてるわけでもなくて、そうですね、頑張ってって、イラストが好きすぎる。ヒガンバナみたいなのがやっぱり見える、ね、咲くんですね、気になります、続いてもう一キャラ、イフの世界レンジャーギルド長ミシディア、弓使いの弓武器、 CV は内田真彩さん、イラストはモックさん、こちらでーす。かっこいい、かっこよすぎる。かっこいいな、これスタイルがまた一段とよろしくなられて。これあれじゃない、背景的に今井さん好きなんじゃない。すごいじゃん、すごい、後ろすごい、このちょっと天気が悪かった後の太陽の光具合、ついこの間思いましたね、あのオレンジの空って美しいなってすごいな、これかっこいいな、表現されてて。はい、スキル動画も見てみましょう。手抜かれたことにも気づかないでしょ。すごいですね。さすがに撃たれてるの気づくよってぐらい派手ですね。すごい。弓道の的みたいなね、当てが出てましたけど。これは強いですね。すごい。ミシディアさん、何があった？はい。こちらの開催期間は4月7日までですよ。そしてイフの世界ミシディアの登場を記念したミシディアパックが販売されます。こちらは聖夜の射手ミシディア、真夏の射手ミシディア、聖国の射手ミシディアが入っていますよ。販売期間は3月30日から4月7日までです。続いて4月2日日曜日からはハイタの呪人登場フェスが開催されます。今回登場するのはイフの世界ハイタの呪人トレランシア、僧侶の聖武器、渋谷井口ゆかさん、イラストはひとわさんです。はい、こんな感じとなっておりますが、またちょっと違った感じで、めっちゃ好き、めっちゃ好き、めっちゃ素敵、
素敵。ただ闇落ち感半端ない。そうですね、うん、まあ、僧侶なんですね。癒せる？癒せる、ね、本当にそこですよ ね。このさ、ランタンみたいに どっから出てきたの？木にぶら下がってんの？全体図がドレダンシアンのどっかから出てきてるわけじゃないよね後ろに木があるからそれからの、ね、全体像が今ちょっと見えない。いや、もしそうだとしたら、うん、だってそういう SD になるわけでしょ。おしゃれだなと思って、うん、あったらこれね、どうなんでしょう、気になりますね。すごい素敵。あ、お花がなんか違う、お花の後ろが蝶じゃなくてガみたいになってる。ガっぽいすごい闇落ち、気になりますね。はい、開催期間は4月7日までです。そしてイフの世界トレランシアの登場を記念して精霊島トレランシアパックが販売されます。こちらには追憶の樹人トレランシア、聖域の樹人トレランシアが入っています。期間は4月2日から4月7日までです。ということでイフのキャラクターが続々登場しましたが、めっちゃなんか新しいの見れて楽しかったですね。これまで新世界追加のタイミングで行われてきたメダルハントなんですが、今回は行われませんのでご注意ください。さらにアップデート情報です。3月28日のメンテナンス明けからバージョンがアップデートされます。このアップデートに伴ってキャラクターの並べ替え機能が便利になります。武器のアビリティや鉱物アイテムでキャラクターを検索できるようになるみたいですよ。また刻印武器の刻印に特定の状態異常無効や攻撃力 10% 増加などの新しいアビリティが追加されます。その他にも便利な機能がいろいろ追加されているみたいですので、ぜひゲーム内をチェックしてみてくださいね。そして3月28日から異変クエストも新たに追加になりますのでお楽しみに。そして現在チェンクロ10周年に向けて皆さんからのメッセージやイラストを引き続き募集しています。またテンスグッズ部のグッズ化キャラクター投票も引き続き開催中です。詳しい情報はチェンクロロードトゥーテンス特設サイトでご確認くださいね。以上チェンクロ最新情報でした。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、ちょっとあれ嬉しいな、アップデートの鉱物で検索できるやつ、うん、確かにずっとなんかあのたまりっぱでさ、はい、うまい具合に履けないこと多いからさ、そうでもこの鉱物の子誰なんだろうって結構取り替えてこう探してたので、そうなんだよね。だから本当にそれを履けさせようと思って調べるときって本当に大変だったから、確かによかったですね、はい。さてさて、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。アンセンの番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://pirikakuro.page.link/ifnoseki if の世界です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は4月3日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。